こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。ずいぶん前にお届けした目の錯覚動画を覚えていますでしょうか。まだそちらを見てないよっていう方は斜め上の愛のボタンを押してください。すぐに見ることができます。あの動画には見えましたっていうお声とか、ちょっと見えませんでしたっていうお声とか、ホームページに行って実物を見たけど違う色に見えましたとか、人間は人それぞれなので見え方も人それぞれなのかなって。さあ今日は皆さんが見ることができるでしょうか。まず最初に作品のネガフィルムの状態、白黒斑点といいますか、なんかちょっと変わった色の作品をお見せします。その中心部分をじーっと眺めていてください。そのままの状態で見ていると、次に色のない白黒のその作品が出てきます。その時にその白黒の作品に色がついて見えるのか見えないのか、それを検証してみたいと思います。よかったら楽しんでください。それではいきますよ。3、2、1、どうぞ。どうでした？見えましたか？どうでしたでしょうか？白黒写真に変わった途端にふわっと淡い色がつきませんでしたか？私には見えましたよ。それではもう一回やってみましょう。いいですか？中心部分をじーっと眺めてください。それでは3、2、1、どうぞ。いかがでしたでしょうか。もしちょっと見えなかったっていう方はもう一回じっくりとご覧になってください。本当に人の目って不思議ですよね。今後もまたいろいろな作品でこういう企画とか、目の錯覚以外にも間違い探しをしてほしいとか、そういう企画もいただいているので、今スタッフがいろいろなことを企画したり考えたりしている最中なので、お楽しみにしていてください。はい、というわけで今日もトリックアート目の錯覚動画をご覧いただきました。また今後もこういう企画どんどんしていきたいと思いますので、リクエストのある方はコメント欄かホームページまでお願いいたします。それではまた。ココアートチャンネル、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。画面の私のプロフィール写真をクリックしてください。または概要欄にもリンクを貼っておきます。他にもおすすめ動画を画面にも貼ってあります。クリックタップで直接動画をご覧いただけます。それではまた。